やばいやばい。どうもナンバーアイ大好きマイコです。アメリカの最大級野外フェスにナンバーアイが出るんだって。ナンバーアイ世界進出おめでとう。飛び散らからないタイプのやつだった。これがさ、ナンバーアイが海外で公演する初公演になるってことじゃん。まあさすがにそれは見に行けないんだけれども、だってさ、チケットだって手に入らなくなくない？コーチェラフェスティバル2024って言うんだけど、これめっちゃ有名らしいんだよね。まあ、らしいんだよねっていうぐらいだから私全然詳しくないんだけど。いやでもさ、音楽フェスっていうぐらいだから、音楽好きが集うっていうのはわかるじゃん。そこに呼ばれるってすごくない？あ、そう、だから、なんか出たくても出れるフェスじゃないんだって。これだからお声がかかったから。出られてるって。すごく、すごいよね。こりゃ、いわちもつぶやくよ。見た？いわちの X。てか、ちょっと私なんか話飛び散らかりそう。すごい。なんかもう、感情のままに話しちゃってるとこあるんだけれども、現在アメリカ在住で、6人のね、キング&プリンスの中でも一番アメリカ通だったいわちが、こちらすごいすごい！本当におめでとう！あのステージに立てるなんて本当に尊敬するとか言ってんだよ。俺たちの変わらない夢を少しずつ叶えてくれてありがとう。俺ももっとやる気出た！よし！ちょびっと悔しいけど、俺も頑張るからねって。いい、もうずっともう、これぞ理想とする友情。ちゃんとね、自分の本音をさらけ出しつつ、メインは本当におめでとうすごいねって言ってあげられてる。いわちってマジ素敵じゃない？心、マジ素敵って思う。なんかさ、キング&プリンスって6人だったじゃん？名前はそれぞれ変わったにしても、なんかずっと同じ物語の中にいる感じなの、私の中では。だからずっと6人を追っていかないと、その彼らの最終回っていうのかな、結果みたいなところにたどり着けない気がして、いわちみたいに積極的にこう仲間に対する思いとかを発信してくれるとなんかね嬉しいんだよね私は。で、話はちょっと戻るんだけど、このコーチェラナンバーアイの出演が発表されたのって8日じゃん。この急な対応に対応できる人ってそうそういない気がしてるんだよね。で、ちょっと私全然詳しくないんだけど、私調べの中でいくと、その88 Rising っていうステージに3人は今度立つみたいなんだけど、アジア圏、世界に押し出したい、プッシュアップしたいアーティストさんが選ばれてこう立てるステージみたいなんだけど、アメリカの Z 世代から高い評価を受けてるんだって。だから本当にここでさ、アメリカの音楽好きの方々のさ、心をキャッチできたら、すごいことにもっとなりそうじゃない？まあ、でも YouTube で配信があるらしいんだよ。だから日本にいる私たちも現地での彼らの活躍は見れるんだよね。で、なんかさ、時間がもうだいたいおおよそ分かってるらしいんだけれども、14日の日曜日なんだけど、日本時間だと15日の月曜日の朝9時から8時って言ってる人もいるな。分からないな。分かんないけど、7時ぐらいから11時、12時ぐらいまで意識しといた方がいいよね。もう平日っていうのが辛いね。そう、だからあとアーカイブがね、残るのかっていうのがちょっとわからないから、この辺もね、残ったらいいよね。そしてね、私は本当最初にチラ見せしましたが、記念にもなるかと思ってスポーツ新聞を購入してきました。日刊スポーツさん、サンスポさん、スポーツ報知さん。で、新聞って何？一面ってここかな、わかんないけど、唯一日刊スポーツさんがここの販売してる時にも見える位置にナンバーアイ世界進出って入れてくれてんの。マジでありがとうございます。中は日刊スポーツさん、サンケイスポーツさん、あ、サンスポってサンケイスポーツなのね。で、こちらスポーツ報知さん。ちなみに新聞に書いてある彼らのコメントとしては、世界最高峰のコーチェラに出演することはナンバーアイにとって夢の一つです。夢叶えられるんだ、すごい。今回88 Rising Futures に参加させていただくことになりました。こんなに素敵なチャンスをくださり本当にありがとうございます。最後にはぶちかましますと熱い思いをみなぎらせたって書かれてる。で、またコーチェラフェスについて、大自然の中で開催される巨大フェス、99年から始まってんだって。過去のさ、
出演された方々もすごい有名な方だよね。こう洋楽とかも知らなくても知ってる。レッドホットチリペッパーズとかビヨンセ、レディーガガ、あと日本からは X ジャパンとか宇多田ヒカルさんとか。近い将来世界のナンバーアイになるのかな。あとサンケイスポーツさんのこの書き方好きだな。なんか写真がこう掲載されてるんだけど、世界に挑むナンバーアイの左から神宮寺平野岸って書いてくれてて、誰が見てもどの人が誰でって分かるように書いてくれてるの本当ありがたいなって思っちゃう。なんかちゃんと夢を掲げて、それに一つずつ一歩ずつ着実に近づいている彼らってかっこいいなって思っちゃうもんね。しかもすごいスピードだと思わない？もちろんさ、ファンの私たちからしたらずっと前から活動されてるんだけど、ナンバーアイっていうグループで考えたらさ、デビューしたばっかじゃん。今年の1日だよ。1月1日で今4月だけど、4月の頭の方だからまだ3ヶ月ぐらいしか経ってないのに世界行っちゃうって、やり方次第では全然あるんだみたいな。正直さ、3人がグループから脱退するって聞いた時は結構不安な部分もあったわけで、大丈夫なのみたいな。なんかちゃんと私たちの不安をぶち破って未来にワクワクさせてくれるような今があって、ついていっていいんだみたいな気持ちになるよね。たださ、ちょっと情報がねいっぱいあって追うの大変。言いたいことは本当もっといっぱいあるんですよ。例えば歴代シンドラトップ10に1位岸くんの好き好きワンワンおめでとう、そして2位がジンくんの受付の嬢おめでとう、あとカイちゃんも主演男優賞おめでとう。あれは受賞されてもおかしくない。もう若林さんが憑依してたもんね。あとさ、 2B のチャリティーソング Be on your side が本人映像でカラオケのダムとジョイサウンドに出るっていうから、カラオケ行かなきゃーってめっちゃ思ってる。あと結構ナンバーアイがテレビ出演とかこうラジオとか出演される機会が増えてきて本当に嬉しいよ。キンプリもね、今週はウィアコンと打ち上げ花火あるじゃん。ちょっとお天気がさ入り乱れてるからそこら辺がね心配。打ち上げ花火とか雨天決行って書いてあったけどさ、でもあれ参戦できた方って花火とか撮影していいんだよね。ご本人たちは多分撮っちゃダメだけど、なんか出店みたいなのも出るみたいで楽しそうでいいよね。なんか生配信なさそうだから、まあ、円盤化されることを祈るしかないみたいなとこもあるけど、いやでも本当になんか楽しいことがどん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 増えていく感じがして、お仕事忙しい、幸せなことだね。私なんか言い忘れてることとかあるかな、と思い出せないんで。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。